はい、どうも、こんにちは。カミカゼロです。今回はモスカ軍使ってきますってことでね。視聴者がね、なんか、編成をね、なんか、こういう編成がいいですよって話なんですけど、中国レーザーですね。はい、この、サイレントハンターかな。そしてあとヘリオスくんですね。こいつがミサイル落とすらしい。この編成と、ミサイル落とすらしいので、やってくださいってことなので、まあ、やってきますって感じですね。編成はね、紫リム、そして、ハボック、シグマ、そして、リム、162D ですね。はい。まあ、ミサイル系の、これがミサイル系のね、はい、防空らしいので、今回はね、紫リムもね、積んで、航空機もボコボコにしていきたいと思うんでね、そんなコーナーやっていきたいと思います。ということで、早速、やっていきましょう。はい、と、一試合目やっていきましょう。ということでね、はい。敵は航空母艦いますね。はい、理解。でモスカ君久しぶりだなぁ。体感火力あんのかなぁ、怖いなぁ。まあ、防空牽制なのでね。まあ、私は防空に徹したいと思うんですけれども。それにしても怖いなぁ。すごい、モスカはめちゃくちゃね、防空力ありまくるっていう気はしないんですよね。で、やっぱりなんか、サイレントハンター君かな。サイレントハンター君も、紫色の防空なのかな。はい。ヘリオスくんだっけ？ヘリオスくん自体はね、はい、紫色ってこと知ってるんですけれども。はい。ヘリオスって昔は結構、昔ってか、昔はアウレーザー結構強かったんですけど、弱点が入ってからヘリオスくんの方が強いって話になってましたよね、最近。まあ、時代は変わるもんですね、はい、非常に。どうだ？はいはぁ。防空はいいですね、はい、非常に。紫リム、僕はね。で、ああ、そこにいますね。はい、撃っていきましょうか。まあ、今回はなんかね、ミサイルに強い防空って聞いたんですけどね。まあ、全然敵と合ってないわけであって。うん。わからない痛いな、グレランが。とりあえずミサイル撃っとくか。あそこになんかいますね。ベリーキ君ですか？ベリーキ君もう死にそうですね。で、ちゃんと落とすのを見ていきましょう。見ていきましょう。落とすのかな？全部刺さりましたね。ちゃんとバチコイ全部刺さりましたね。うん。全部刺さりますね。これはどうだ？刺さってますね。全部刺さってますね。おい。おい。ちょっと待って。うん、ちょ航空母艦やんなきゃいけない気がする。航空母艦や、航空機やんなきゃいけない気がするな、これ。やばいぞ。本当にやばいぞ。まあね、航空機のね、ミサイルは落とさないの、まあ、それはそうなんだろうなと思いますけどね。はい。まあ、さすがに航空機のね、ミサイル落とし始めたらやばいわ。で、死ぬ。怖い。タイヤマトは死ぬ。生きてる。死ぬ。大丈夫かこれ、生きてるな。オッケー。大丈夫かこれ。死ぬか。オッケー、生きてる。で、航空機落としに行きますか。はい。まあ、味方は全員来てるね。いいね。いいね。で、ちょっと航空機、やっぱ撃ち落とそうで、マジ。マジ撃ち落とそうで。本当にミサイル落とすのか、こいつ。まあ、最近レーザー自体環境っぽくないですよね。環境に合ったような防空じゃないっぽい気がしますね。まあでも、レーザー系統なら、もしかしたら X51 とか強いのかもしれませんね。うん。それはそんな気がするわ。うん。おい。どうだ。やっぱ、モスクワ結構扱うの難しそうだな、やっぱり。ああ、撃ちたいけど撃てないな。怖いけど、行かざるを得ねえな、これ。撃破。行かざるを得ねえな。ちょっとこう、強襲空母だけなんとかぶち込みたいな。一発。強襲空母じゃない？あ、違う。あれが強襲空母じゃないんだ。で、怖いな、ちょっと。ああ。なんでヤマトのやつか。オッケー、味方ナイス。で、回復しますか。
来るかな。まあでも近距離防空はちょっとさすがに厳しいような気はしなくもないですね。ちょっと待って、ヤマトとね、で勝てるかな、ヤマトとこの勝負。いやあ、そっちも来たらやばいな。はい、で店落とすかな。店、まあ落とすわけねえよなこんな近くで落とすわけがない気がするいやー死んだいやー、まあ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 、123万ダメージ、まあ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 、いいダメージじゃないでしょうかってことでね。2歳落としたって言われるとまあ疑問すぎて、うんって感じなんですけど、まあそんなこんな置いといて2試合目やっていきましょう。はい、ということで2試合目やっていきましょうということでね。はい、敵はどんな感じかなと思います。こんな感じでございますね。ハンファキン中国戦がいますね。はい、いや、中国戦艦行ってもらってもね、ミサイル撃ってくれないんでね困るんですけれども、非常にポッチゲーハー、参ってくれポッチ。あ、そう、編成ハボックン入れているのをね、言うの忘れてましたね。で、航空機ますね、あそこに。やっぱ許せませんね。許せないでしょ、そんなの。いや。多分これ撃破できるね、オッケー。さてさて、進んでいきますか、前に。いやー、ヘリとかね、航空機潰すの楽しいですね。はい、こんな感じに。なんで生きてるんだ、こいつ。キモ。これ行きましょう。ああ。やばい。チャフるしかねえ。さすがに今チャフりましたね。はい。この距離落とすか落とさないか迷うな。落とすか。こっち。うわ、殴ってくる。ほい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 。ほい。ほい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 、撃てミサイル撃ってほしいんだけどね、なかなか撃ってくれませんね、敵。てか多分ね、あのね、こいつを狙ってんだろうな。味方のためにね、防空ちゃんとしてあげましょう。 OK、 やりますか。いける OK、 ゲハー、さすがですね。痛い。さてさて、で、ミサイル、出してくるやついない？カートリ君、こんばんは。あ、でもカートリ君はね、ミサイル一応4枠、2枠か、2枠あったんでね、はい。2枠なんで、ミサイル撃ってくるんじゃないでしょうか。まあ、AI ですね、こいつ。AI だから撃ってくれませんでした。AI 君だと撃ってくれませんが。いつの間にかね、火星死んでますね。で、なんかいつの間にかなんか航空機も来てますね。撃ってくれないかな、わしの方に。お、撃ってくれる。あ、でもこれね、さすがに撃撃できないし、そんなに。まあ、これ撃撃だわ、撃ってきたらびっくりするわし。ミサイルのやつ撃撃できないんだよね、基本的に。当たり前だけど。当たり前ではあるんだけど、撃撃できないんだよね、さすがに。ちょっとうざいな、ちょっと。航空機がうざすぎる。なんだ、あの、おいしょ。さてさて、あと4万 HP がなんとかなるだろうなんとかなるだろうってことでね。一応ね、一回落ちた試合ではなんかちゃんと防空してくれたみたいなんですけど、なかなかミサイル防空するねなんか機会がないですねとかで、3試合目やっていきましょう。はい、ということで3試合目やっていきましょうということでね。まあ、ミサイル防衛してるところをね、見せていきたいと思うんですけどね。ミサイル迎撃してるところをね、はい。迎撃してるところ見せたいと思うんですけれども、さすがに航空機のミサイルを迎撃するのなかなか厳しいんでね。航空機ミサイル迎撃するぐらいならね、全然航空機を先に迎撃してもらった方がね、嬉しいんですけどね、個人的には。
起きてますね。これ迎撃できるでしょうかね。まだ一応3発迎撃できてますね。いいですね、非常に。うん、で、それはさすがに迎撃できないんじゃないかな、さすがに。で、どうだ？おっと、意外と迎撃してくれる。あー、でも。あー、まあ一応多少迎撃してくれてるけど、まあ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 、まあ、でも、ちゃんと迎撃してくれてますね。はい、着ります。まあまあまあ、いいんじゃないですか。多少ね、やっぱりミサイル僕は迎撃してくれるっぽいですね。はい。まあ、やっぱり得意不得意あるでしょうね。多分ミサイルの種類にもね。うん。なんか残ってますね。はい。ちょっとこれ言うときますか。おで、ちゃんとミサイル迎撃してくれてることもありますね。はい。いいね、いいね。これどうだ？しゃべりますよ。ほい。ほい。やばい！撃破。痛ーい。で死ぬんじゃないでしょ、そんなふざけてたら。普通に死ぬ気がする。怖い。いや、僕ばっか見てるとね、やっぱり、おろそくなっちゃうんだよね。ほい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 。なんか来てますね。やばい。攻撃うざいよね。こういう時の攻撃って感じで。あー、攻撃やられた。もうちょっとね、舐めなきゃよかったなってことで、4試合目やってきます、これ。次の試合最後ですね。4試合目やっていきましょう。はい、ということで最後の試合やっていきましょうということでね。まあ、最後の試合はミサイル撃ってくれそうかな。わかんないや。まあ、やっていきましょうということでね。はーい。まあ、ミサイル迎撃の力を見せていきたいんですけれども、なかなかその機会恵まれないけれども、なんとかしていきましょう。さて、進んでいきますか。前に。さてさて、どう行こうかなと思いつつ、あ、いるね。もがみくんが。あ、でも、もがみって魚雷系なんだよな。待って、でも、魚雷系で、あいつは。で、ミサイル迎撃してくれるか、見ていきましょう。おいい。ちゃんといいじゃん。で、魚雷もちゃんと壊してと。まあ、もがみはね、魚雷が一番怖いんで、正直。さてさて、ちゃんとチャフもしながらね。で、ちゃんとミサイル落としてくれた気がするな、今回は。多分ね、得意なものと不得意なものがあるんだろうね。うん。おそらく。で、見えない。射程の長さの違いだ。でも、ちゃんと落としてくれてますね。落とすもんはちゃんと落としてくれますね、はい。やばいぞ、一発だけなんか残ってるぞ。まあ、一発なら大丈夫か。で、見えねえね、マジで。どこにいんだよ、マジで。ここにいんのか。見えない。ちゃんと見せることしてくれる。すごい。いいね、いいね。撃つぞ。はい、ズドン。もう戦艦の意地を見せなきゃね、ここで。もがみくんも戦艦なんだってことをね、はい、見せないみたいな。でも、ちゃんとチャフなくても、なんか、なんとかなりそうな感じしますね。多分、ここまで近寄っちゃうとなかなか厳しいんですけれども、多分。前来てくれるかな。前来た瞬間に。ほい。いいね、撃破。いいね。で、魚雷一発だけ食らうね、多分。さて、あと、あーそこに伝説さんがいるのか。ズムくん。おー。戦いがいがありそうですな、はい。なんか、うん、なんかすごい負けてるな。うん、大丈夫？これ負けるんじゃない？伝説一人に。ちょっと、みんな集まろうぜ。集まろうぜって言って集まれる場所じゃないんだよね。場所的には。いやー、そっか、索敵そこで切れるのか、怖いな。索敵切れるのは、勘弁してほしいけど、なんか見える。なんか見える、オッケー。なんかちょっと今、なんか不具合みたいなのがあったよ。なんか不具合っぽいのがあった。なんか見えたんだけど、さっき。ほい、ズドン。どうだ？はい、ゲハー、ナイス。まあちょっと X51 食らってみたかった部分はあるんですけれどもね。はい、こんな風に80万ダメージ。でも、ミサイル防空するときはちゃんと防空してくれますね。はい、非常にやばいね。多分ね、飽和攻撃されるとね、まあ全然落としたくなっちゃうのかもしれないんですけれどもね、ちゃんと落としてくれるということで。はい、視聴者の方、こんな感じです。はい。まあ落としてくれるとき落としてくれますね。ということで、今回はここまで少し、ありがとうございました。ではまた、バイバイ。